こんにちは、トミーです。今日は私が普段使っているバッグの中身の紹介をしたいと思います。以前1回だけカバンの中身を紹介したことがあるんですけど、またいろいろアイテムが変わったりバッグも変わったので、またご紹介させてください。最後までご覧ください。はい、ではまずバッグの紹介をしていきます。こちらこちらはマルシェバッグです。これは私が普段よく行く下北沢のセレクトショップ のリムアットヌーンというお店で私がコラボさせていただいたバッグなんですけど、インスタグラムでもたくさん紹介してるんですけど、これはすごい色が可愛くてめちゃくちゃ物が入るので普段一番よく使っているバッグです。はい、では中身をご紹介していきたいと思います。これは何度も紹介しているマリメッコのポーチです。中には無印良品で買ったフォームと、今日はナーズのコンシーラー、ラディアントクリーミーコンシーラーと、最近買ったセルヴォークの新作のリペレイティッドマットリップス04番、これは今日もつけています。ブラウン、オレンジ、オレンジブラウン、ちょっとブラウンすぎないのがお気に入りです。これとあとはメンソレータムのリップ、私はリップいつもこれです。はい、これとあとはついにお財布を買えました。じゃん、ロエベのお財布にしました。ずっとセリーヌのお財布を使ってたんですけど、結構もう剥がれてきちゃって、そろそろ変えないといけないなって思ってて、お財布って本当に迷うじゃないですか。私はこのちょっと大人っぽいめちゃくちゃ可愛いロエベにしました。これは本当に可愛くて、私サイズがこのサイズすごい好きなんですけど、ちっちゃくて中がバイオレット、あ、やばい、カードが見えちゃうんですけど、バイオレットになっています。配色がめちゃくちゃ可愛いのでお気に入りです。で、ここに小銭入れが入っていて、まあ、カードも私は6枚ぐらい入れています。あとはここにお札入れと、あと内ポケットもあるので、いろいろ入ります。そんなに私はパンパンにしないようにしようと思っていて、カード入れはまた別にして最低限のカードを入れています。本当に可愛いんですよね。これがやっぱりお財布はテンションが上がりますね。他にもいろいろ色があって、このタイプとまたちょっと違うタイプもあって、そっちもすごい可愛かったので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。まだなんか新車の匂いがします。革のいい匂いが。次、イヤホンこれはちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。これはアップルのイヤホンです。ちょっとあんまり最近調子が良くなくて、なんかワイヤレスイヤホンでおすすめのものがあったらぜひ教えてください。次に、先ほど言っていたカードケース、これは以前ずっと前に友達からプレゼントでいただいたケースなんですけど、ちょっと読めない、結構カードが
大量に入るので、こっちにカードは入れて持ち歩くようにしています。はい、次、手帳です。手帳はもう必需品で、予定は全部ここに書いてあるのと、こんな感じで、こんな感じでびっしり書いてあるのと、あとは忘れないように、今日買うものとか、あとは勉強したい用語とかを書いて、後で調べてたりしてます。そうですね。で、私はこれはどこで買ったかというと、本屋さんで買いました。普段ずっと毎年同じものを使っていたんですけど、それがなくて、ちょっと探したんですけどなかったので、諦めてこれを購入しました。でもこれもすごい使いやすいです。ペンは絶対に消えるペン、フリクションボール、なんて読むんだろう、フリクション消えるペン、ここで消せるやつ、間違って書いても訂正できるので、これを使用しています。では次、除菌シート、これはもう必需品です。どっか出かけた時はこれでいつも手を拭いています。結構私 A 型なんですけど、全然潔癖症とかではなかったんですけど、コロナが始まってからだいぶ気を使うようになったので、消毒液もうちょっとしかないんですけど、とかも持ち歩いています。あとはこれ、胃薬です。ペパシロン、今日は私すぐ胃もたれするので常に持ち歩いています、胃薬。あとは、はい、日焼け止め、アネッサパーフェクト UV スキンケアスプレーです。これは朝日焼け止めは家で塗っていくんですけど、外で塗り直しがめんどくさい時とかはこちらのスプレーで、これは顔体髪できるので、これを振りかけています。もうこの時期は絶対に日焼け止めは必需品なので常に持ち歩いています。はい、では最後かな、じゃんガム、リカルデントグレープミント味です。ガムは絶対に私リカルデントのグレープって決めていて、他のものよりも味がすごいずっと続く気がして、なので私はリカルデント、残り1個しかないです。はい、最近の持ち歩いてるのは以上です。これすごいのが固めるんですよね。スーパー行く時とかもこれを持ち歩いています。ここを折るとなので、スーパー行く時は違うバッグで行って、これを持ち歩いてこれにいつも入れています。これはすごい誰に見せてもすごい褒められるので、私はよく普段使いで使っています。はい、こんな感じです。昔と比べて半年前ぐらいにも一度カバンの中身紹介をしたんですけど、その時よりちょっとお財布とか変わったので、よければ参考にしてみてください。じゃじゃ丸は
相変わらず元気です。ちゃちゃん、今度ちゃちゃまるのモーニングルーティンとかもやりたいなと思っています。よければ見てください。では今日はこれでおしまいです。いつも見てくださりありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントたくさんお待ちしております。ありがとうございます。こんにちは、トミーです。8月22日土曜日に私のオンライン誕生祭を実施いたします。時間が2部制となっており、15時からの会と18時からの会があり、それぞれ各1時間となっています。詳しくは概要欄に貼ってある URL をご覧ください。イベントというものが初めてなのでとても緊張していますが、皆さんと直接お話しできるのを楽しみにしていますので、ぜひよろしくお願いいたします。